教えて、ライチ先生。はい、これでおしまいよ。わあ、ありがとうございます。まったく、少尉さんはせっかく綺麗な体なんだから傷なんてつけちゃダメじゃない。ありがとうございます。何か誤解を呼びそうな言い方ですけど、それでお代はおいくらですか？応急処置をしただけだから別にいらないわ。そんな、こんなに時間をかけて丁寧に治療していただいたのに。あれ、そんなに時間をかけてたかしら？ええ、かなりねっとりじっくり確かめてもらってましたけど。あ、そうだったかしら。しまったわ、つい夢中になってしまったみたいね。まあ、とにかくお代はいらないわ。そう言われても。そうね。あ、そうだわ、少尉さん、やっぱり代金はいらないわ。え、でも、行くんですか？その代わりにしてほしいことがあるの。あれ、ここって、え、ちょっとライチさん、いきなり何するんですか？良いではないの、良いではないの。やめてください。ですよ。ああ、取っておいてよかったわ、その服。あなたにならきっと似合うと思っていたのよ。そんなこと言われても。トラウマものですよ。ごめんなさい、ちょっと興奮しちゃったわ。おお、でもとっても可愛いわ、少尉さん。え、可愛い？そんな。ええ、診療所に飾っておきたいくらいプリティーだわ。そんな。すみません。あら、いらっしゃい。どうしました？ああ、ちょっと聞きたいことが。って、バーミリオン少尉？は、狭間隊員！あら、お知り合いですか？ええ、まあ、いや、それにしましても。そうですか、少尉。なんでしょう。少尉はポエムだけではなく、そんな趣味もあるんですね。私、調査が足りなかったようです。違います。これはライチさんが。というか、どうして私の趣味のポエムまで知ってるんですか？私、諜報部ですから。なるほど。他人のプライベートまで調べないでください。それにしても壮絶に不利ですね。あんまり見ないでください。可愛いでしょ。それで聞きたいことって？ああ、いや、今日は日が悪いみたいですのでやめておきます。また後日ということで。あら、そう？だから僕は別にいいと言っているだろう。いいから来るニャス。バイキン入ったら大変ニャスよ。おや、舐められるのが嫌ニャラ。おとなしく父の人にお薬ぬりぬりしてもらうニャ。おい、やめろ、引っ張るな。僕はこんなところに寄っている暇は。おーす、父の人。あら、タオ、ジン・キサラギ少佐だったかしら？ありゃ、なんか人がいっぱいいんや。え、少佐？貴様たち、どうしてこんなところにいる？私はちょっと怪我をしたもので。おお、
どうした狭間隊員、なぜ黙っている？猫！お、塔がどうかしたのかにゃ？にゃにゃ？ちょっとあまり近づかないでくれますかね。にゃにゃにゃ？ちょっと勘弁してくださいよ。というわけで少尉、失礼します。え？どうしたの狭間隊員？実は私、猫が苦手なんですよ。お願いですから、こっちに寄らないでください。シそうだったの。もうダメよタオ、おいたしちゃう。ひょーにゃ。何をしているんだ貴様らは。おい、僕は帰るぞ。そうだったにゃ。父の日と、いつもみたいにちょちょいってやってほしいにゃ。おい、話せ。帰ると言っているだろう。僕が露店で肉まんを食べようとしていたら、いきなりこのバカ猫が襲いかかってきたんだ。こら、タオ、人様のご飯に手を出すなんて。すまんにゃす。ついムラムラしてやったにゃす。キサラギ少佐が肉まんを買い食い。キサラギ少佐が肉まんを買い食い。おい、貴様たち、なんだその目は。僕だって肉まんを買い食いすることくらいあるんだ。ぜひ見てみたい。写真に収めて掲示板に貼り出したい。まあそんなわけで、すまないやすと反省したんで、父の人に治療してもらうようにここまで連れてきたんやす。僕は別にどうでもいいと言っているのに。いいえ、タオが正しいわ。小さな傷でもちゃんと治療しないと、可能したら大変なのよ。ほら、手を見せて。わかったわかった、やるなら早くしろ女。あら、そう。はい、治療は終わりよ。礼は言わんぞ。別にいらないわよ、これが仕事だし。そうね、そろそろタオもお勉強の時間だし。私もう帰っていいですかね。おう、勉強するにゃ。勉強ですって？猫風情がですか？タオは真面目に最強のトガをいいを目指して勉強してるにゃ。そうなのよ、忘れっぽいのがたまに傷だけど、今日は何のお勉強だったかしら。どうせなんとかだったにゃ。統制機構について勉強するの？そうにゃ、統制機構にゃ。そうなんだ。治療代の代わりに私協力しましょうか？あら、いいの？それは助かるわ。対価はもう十分もらったのだけれど。ふん、面白そうですね。私も少し見学させてもらってもよろしいですか？あら、意外ね。猫は嫌いじゃなかったのかしら？確かにそれは最高に嫌ですけど、まあ高額のためとでもさせてください。ああそうだ、少佐ももちろんお付き合いしてもらえますよね。なぜ僕が？だって統制機構といえばイカルガの英雄たる如月少佐抜きで語れないでしょ。別に僕がいる必要はないだろう。まあまあそう言わずに。まあいい、さっさと始めろ。猫ガードが一人増えましたね。ありがとうみんな。それにしても少佐さんはどうして少尉さんの服装に突っ込まないのかしら。服装？ああ、そういえば気色悪い格好だな。まあ僕は障害に興味などないがな。ただの変態ですね。何か？いえ、これ以上突っ込まない方がいいわね。それじゃあ始めましょう、タオ。おうにゃ。父の日と質問にゃす。あら、何かしら、タオ。タオは、この人は父がないから、ない人って呼ぶにゃす。なあ、少尉さん、ごめんね。そうにゃ、それにゃす。少尉って何にゃす？それが、ない人のお名前だったにゃすか？違います。少尉は階級です。あと、その、ない人って呼ぶのをやめてほしい。おー、そうだったか。階級だったか。ありがとうにゃす、ない人。
では少尉から直々に説明して差し上げてはどうでしょう。え、また私が？また？いえ、何でもないです。気のせいでした。では私から説明しますね。細かく説明すると難しくなってしまうので、できるだけ簡単に説明してみます。階級は簡単に言うと偉さの順位みたいなものです。統制機構で一番偉いのが帝です。帝の意思で統制機構は動いています。ほうほう、カカ族で言ったら長老にゃすね。長老？あ、そうですね。その次に偉いのが元帥大将です。このあたりも本当は細かく分かれているのですが、省略します。次が長官クラスと呼ばれている階級です。大将、中将、少将、中将などがそれにあたります。その次が左官クラス。大佐、中佐、少佐とあって、キサラギ少佐がこのクラスにあたります。おお、すごいぞ。お偉い人だったんだにゃ。階級など僕にとって何の意味もない。あらあら、随分とクールなのね。左官クラスになると統制機構では師団を指揮することができます。キサラギ少佐は第四師団を指揮されています。次が医官クラスです。大尉、中尉、少尉、準尉とあって、狭間さんが大尉、椿が中尉、私は少尉です。あとは総長、軍曹、伍長、兵長、上等兵、一等兵、二等兵とザックバラに並べるとこのようになっています。準将と準尉があるのになぜ巡査がないの？とか、各階級別の軍務内容はどうなってるの？とか、疑問もいろいろあるとは思いますが、そういう人はググレカじゃなくって、あんまり詰め込むと目が回っちゃうので、また今度にしましょう。どうも賛成です。実際ない人の言葉が右耳から左耳へと軽やかに爽やかに川のせせらぎのように通り抜けていったにゃすよ。それはすなわち全く頭に入らなかったという気のせいにゃすよ。よかった、気のせいなのね。ふぅ。統制機構にはまだまだ謎がいっぱいなのにゃす。怪しい匂いがプンプンするにゃす。隠してないでタオにもっと教えるにゃすよ。そう言われても。それでは私から説明いたしましょうか。狭間さん、いいんですか？少尉、もっとしっかりしてくださいよ。こういう時は言葉に言葉を重ねて本題を濁せばなんてことはありません。え？さて、何からご説明しましょうか。そうですね、陛下についてはいかがでしょう。陛下？そうです、兵隊の兵に科学の科、統制機構で戦闘に従事する衛士の職域を指します。戦闘に従事する衛士の職域か。そうかそうか。そうです、戦闘に従事する衛士の職域です。絶対分かってないような。まずは統制機構衛士術式部隊についてお話ししましょう。これらの部隊は主に地上で活動します。術式でコーティング強化された武具を用いて白兵戦を行う兵、武装近接歩兵、次に近接系の術式に特化した兵、武装術式歩兵、次に遠隔系の術式に特化した兵、術式特化兵。普段見かける青い制服の衛士はほとんどがこの州陸軍だと思ってよいでしょう。おお、青い服の人は見たことあるぞ。どこだったかにゃ。タオ、
目の前にいるでしょ、青い制服の衛士さんが。本当にゃ、青々しい人がいたのにゃ。その通り。ちなみに如月少佐とバーミリオン少尉は術式部隊です。部隊のテーマカラーは揺るがぬ草原です。ない人だから揺らぐはずがないんです。それでは続けましょうか。次に魔装船やシュバルベと呼ばれる小型の飛行装置を使用して空での戦闘を得意とする統制機構航空部隊がいます。魔装船発着場の警備を行っているのも彼らです。ちなみに航空部隊のテーマカラーは翡翠の凱旋、美しい緑色です。空飛べるのにゃ。ええ、特にシュバルベで空を駆ける様は見ものですよ。数が少ないのでめったにお目にかかれませんが。うん、タオも空飛びたいのにゃ。自治式部隊はどうでもよくなったにゃ。うん、うん、では続けましょうか。次は私が所属している諜報部ですね。戦闘は得意としませんが情報収集に長けています。テーマカラーは侵食する漆黒、どうです？私も見事に真っ黒でしょ。でも頭は緑にゃす。うん主要な部隊は大体説明しましたね。あとは救護部隊や帝宮親衛隊という帝を守る部隊などがいますね。あ、そうだそうだ、審判の羽がありました。これは師団の一つであって正確には陛下ではありませんが、ついでに説明しておきましょう。審判の羽の主な役目は統制機構の反逆者への制裁です。審判と名が付くだけありまして全てを平等に裁きます。いわゆる MP 憲兵です。まあ帝基準ですけどね。つまり統制機構員も対象なわけでして恐れられている部隊ですね。審判の羽のテーマカラーは汚れなき純白です。まあ審判の羽については如月少佐の方がお詳しいでしょ。本当か、なあ教えてくれキモい人。なんだその呼び方は。貴様、加藤氏の癖して何様のつもりだ。そうよタオ、いくら本当のことだとしてもそんな風に人のことを呼んではダメよ。何か非常に引っかかるものを感じるが。そうだ、その呼び名は改めてもらおう。でもこの前見た時、ははは兄さんっていい人にまとわりついてたにゃ。タオも思わず引いたにゃすよ。貴様、仕置きが必要なようだな。決めたかったのニャス、ひどいニャス、氷の人ニャス。当然の報いだニャン。タオが失礼しちゃってごめんなさい。でもほら呼び名も氷の人になったことだし、さらっと流して次に行っちゃえないかしら。少佐、私からも。ふぅ、わけでアンパンの種について教えてほしいのにゃす。審判の羽だ。だが審判の羽を説明する前に師団について説明した方がいいだろう。にゃにゃ、その言葉はさっきからちょこちょこ出てきてたにゃすね。師団は正式名称武装魔術師団という、英士をグループごとに分けたものだと思えばいい。僕とこのバーミリオン少尉は第四師団の所属だ。第四ってことは1とか2とかもあるのか。その通りだ。番号付けされた師団の他にも名前のついた師団がいくつかある。一つはこの絵師団だ。これは各師団から選抜された兵で構成された部隊だ。ただこの絵師団は
普段は師団では活動しない。にゃにゃ、強いのにどうしてにゃすか。この絵師団というのはクラスや称号に近いものだからだ。普段は別の師団に属して軍務をこなしている。帝の御事によって特定の状況下のみ結集する。なるほど、なんとにゃーくわかったような気がするにゃす。ここで審判の羽の説明に戻る。審判の羽は正式には第ゼロ師団審判の羽という。審判の羽はこの絵とこの絵候補で構成された特別師団だ。この絵師団と似てはいるが全くの別物だ。主な軍務は先ほど狭間大尉が言った通り統制機構反逆者への制裁だな。審判の羽は特有のローブと仮面を身にまとい、通常は団体で行動する。見た目だけでは年齢も性別も判断できないからな。故に畏怖の対象となっているのだろう。少佐さん、質問してもいいかしら。なんだ。先ほどから何回か出てきている帝というのはどこにいるの。それは最重要機密だ。一般人に教えることなどできない。そもそも統制機構の英氏でもごく一部のものしか知らされていない。そういえば私も知りません。そうなの。じゃあもう一つ、各統制機構支部への命令は帝が下しているの。第一階層都市に統制機構の統合本部がある。通常そこから各階層都市の支部に帝は下され、細かい軍令なんかは各支部で独立して下されている。別枠として帝の勅命が下る場合もある。なるほどね。なあなあ、帝ってお偉いのか。偉いも何も統制機構の最高権力者だ。逆らうことは許されない。なあなあ、帝はどんなやつなのにゃ。会ったことあるにゃ。さあな。にゃす。帝は不必要かつ不用意に人前に姿を見せることはない。帝の姿を知っているのはさらにごく一部の人間のみだ。にゃにゃ、タオだったら知らにゃい人のお願いなんて聞きたくないにゃ。いや、姿が見えないという点は重要だと言える。むにゃ、貴様の顔のようなものだ。今日もいっぱいお勉強できたわね、タオ。おう、統制機構の人たちのおかげにゃ。これで借りはなしだ。いや、私も面白かったですよ。猫の匂いが移ったのでこのスーツは捨てましょう。とほほ。私、お役に立てました。ええ、とっても。本当にありがとう。ところで、あなた、今日教えたことちゃんと覚えてます？あ、もちろんだぞ。猫風情に全部覚えられるとは思えないんですけどね。失礼なやつにゃ。気になるならテストでも何でもしてみればいいだろう。そうね、タオもできるわよね。バッチコーイにゃ。ではお尋ねしましょう。キサラギ少佐とバーミリオン少尉が所属する術式部隊のテーマカラーの歌い文句覚えてますか。ゆるがぬ総員にゃ、過ぎ去る青春だった気がするにゃ、青に飛び込む人たちにゃ、青い果実、それは危険の香りなのにゃ。ほう、そうだ、揺るがぬ草原が正当だ。意外ですね。これはちょっとデータに付け加えておきましょうか。すごいです、私でさえ覚えるのに2週間かかったのに。それは貴様の頭が残念なだけだ。ニワトリレベルにゃ。通販ばかりやっているからですよ。褒めただけなのにひどいです。まあでも本当にすごいわタオ。やっぱり前回のお勉強が生きているのね。そうなのか。ええ、これはご褒美決定ね。ということで、はい、肉まんよ。
うまそうにゅー、すごいホカホカにゅす。今どこから出したんだろう。例によってみんなの分もあるわよ。僕は別にいらん。用は済んだのか。僕は帰るぞ。私も遠慮しておきます。それでは。あら、行っちゃったわね。どうしましょう。余ってしまったわ。あ、私いただいていこうかな。なんて。ええ。あ、ショイさんのはあっちにあるから持ってくるわね。もう一回どこから出すのか見たかったのに。あ、そうだ。これなんだけど。来る途中に拾ったものなんだけど、よかったらと思って。おお、これはいつものご褒美パート2にゃ。ありがとうにゃ。ショイさん、できたわよ。タオもいらっしゃい。今日はいっぱいもらえていいにゃ。それじゃあ、See you! にゃ。